どうもドライトです。7月11日にやります視聴者イベントの何丁目クイズの攻略必勝法をお伝えいたします。私が開催するイベントとは、私がどこかの住宅村の何丁目にいるかを当てるイベントです。次々にヒントを言っていき、分かったら私がいる何丁目まで行き、いいねをした順で順位が決まります。丁目は数字で、私が出す答えは語呂合わせが多いです。語呂合わせとは、前回出した答えでは黒子という答えがありました。これを数字にすると、クが9、ロが6、コが5と文字の音などで数字にするのが語呂合わせです。他にも1173でいい波、8251で初恋など、たくさん問題を出しました。今回の問題も語呂合わせが多いので、数字の読み替えができるひらがなを簡単に紹介していきます。0は0と読み方があるので、ゼやレがあります。他にも丸いので、それに関係するような丸から取ってま、円から取ってえ、アルファベットの O に似ていることからお、輪っかからは、ゼロということで何もないという表現から、英語の NO から来て NO のですね、のなどがあります。ゼロを使った代表的な語呂合わせでは、奥様ですね、00930奥様があります。そして1は1つ、英語の1からい、ひ、ワンなどがあります。2は2つ、英語の2からに、ふ、つなどがあります。ふやつに濁点を入れて、ぶやず、すに濁点のずも使います。3は1、2の3ですね。3と1つ、2つ、3つのみからさ、みなどがあります。4は4、1、2、3、4、英語の4、中国語、中国語と、麻雀用語の数からよ、し、ぽ、すなどがあります。ぽの発音からハヒフヘホのぽもあります。あとはですね、麻雀用語で分かりにくいときはドラゴンボールを思い出せばいいかと思います。星4つのドラゴンボールは確か数神中って読み方でした。5は5、中国語、麻雀語でうからこ、ごうなどがあります。6は6、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つのむ、中国語、麻雀用語で竜からろ、むりなどがあります。麻雀用語で竜と読む音からるもあります。7は7、英語のセブン、中国語で、中国麻雀用語でチーからな、せ、チーなどがあります。8は8、8つからは、やなどがあります。9は9、ククのくからき、くなどがあります。他にも10はとうとも読むことからと、英語で天と読むことからてなど、数字の読み替えで語呂合わせがたくさんできます。今教えたことを覚えていれば、語呂合わせの問題が来た時に当てはめれば、すぐに私のいる丁目まで行けるかと思います。しかし私のヒントの出し方は、広い範囲から出していくため難しいです。例えばヒント1は、有名な2人組のミュージシャンと出しました。2人組のミュージシャンはたくさんいます。ただ語呂合わせしやすいミュージシャンを探せば、なんとかたどり着くはずです。この時点でピエンコさんは答えを出して、一番乗りで私のところへ来ました。ネットで検索しても、最初のヒントではヒットしないのがドライト流何丁目クイズです。知識も必要だが、頭の回転の速さも大切です。ヒント2が男性、ヒント3が永遠にともにで、ヒント3が出ると大体予想がつきます。これはミュージシャンの代表的な曲なので、ミュージシャン名が出ると大体わかります。ヒント4で小袋で、最後のヒントになると、あとは語呂合わせとなります。この答えは5296です。広い範囲の中から語呂合わせしやすいものを出していき、そこから答えを導き出すのが勝利へのポイントです。それでは実際に例題を出していきます。皆さんも考えてみてください。まずヒント1は、有名なスポーツ選手の名前です。これだけではまだ特定できませんが、スポーツ選手の名前をどんどん思い浮かべてみましょう。体操選手の
体操選手の内村航平選手ですね、や、サッカーの本田選手、あ、女子もありますので、女子の可能性もありますので、元バレーボール選手の大林素子さんなど、たくさんいる中で語呂合わせしやすい人を選んでいくことが大切です。そうですね、他にも柔道とかもいろいろあります。そこから探していきます。それではいきましょうか。ヒント2です。ヒント2は投げます。さあ投げる、ここでですね、サッカーや体操、バレーボールも選択肢からなくなりました。まあ、投げる競技といえば、野球にソフトボールなど、まあ、ボール以外なら柔道も背負い投げなどがあります。スポーツでいうと相撲はちょっと違うかな、あれ国技になっちゃうから、まあちょっと違うかな、相撲は上手投げとかありますけど、まあ、この時点でだいぶ絞られますね。はい、では、第3ヒントいきましょうか。第3ヒントはハンマー投げです。もうこの時点でもう有名なスポーツ選手がもう一人だけ思い浮かぶはずです。もうこの人しかいない人、ハンマー投げといえばあの人。そうですね、もう分かりますかなあの筋肉ムキムキのハンマー投げの選手といえば誰でしょうか。もう分かります。あとはこれ、その名前を出して、そこから語呂合わせしていくと、名前から取っていって、あ、これだなっていうのいきましょうか。はい、でも最後のヒントいきましょう。もう最後のヒントはもうその選手の名前です。最後のヒントが室伏広治です。もうあとはそうですね、もう室伏のところを語呂合わせしたら数字が出てきます。もう出てきたでしょうか。さっきのねヒント言っていたんで、多分思い浮かべたかと思います。さあではですね、正解を言いましょう。正解は6624です。6、最初の無で、ね、無は6つの読みで6、ロは6で、まあ6ですね、66ですね。負はあの2つっていう意味で2ですね。死は1234、死で4が入って、それで6624、室伏になります。まあ、これが、語呂合わせの必勝法でございます。何丁目クイズは語呂合わせ以外にも計算問題や歴史問題、意地悪問題もあったりしますので、柔軟に脳みそフル回転で挑みましょう。これなら寝落ちの心配がありません、多分。うん。以上で何丁目クイズの攻略必勝法でした。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方はエンジョイダンスをしている私ドライトをクリックすると、チャンネル登録画面へ行きます。そしてずっとお茶をしているコンシェルジュのドラミちゃんをクリックすると、この動画の再生リストへ行きます。携帯、スマートフォン、タブレット端末の方は画面下のチャンネル登録ボタン、または概要欄のリンクからお願いします。それではまたよろしくお願いします。